はい、では、本日2組目となります。ワンピー側が、本日大会優勝も果たした関さんのアズラエル、 2P 側はゾーボンのラグナとなります。それでは始めてください。Please select your character. Ragnar the Blood Edge. さあ、このマイクね、壊れてしまって雑音が入ってしまうんで、そこはご了承いただきたいんですが、このマイク高いんですよね、買うのね、困っちゃいますね。さあ、行きましょう。 1P 側セキアズラエル、 2P 側ゾーボンラグラ。おい、開幕ジャンリディが当たる。黄色い弱点ね、下段弱点。さあ、立ち入れ対空からハーデスバイ繋いでしっかりダメージ取ってくる。 6D ジャンディ、 6B 通りました。バスト、ジャンピーカウンター、ジャン A カウンター。おい、いろいろあって 6B の上から 6C が今立ち火出てればね、 6C の出上がりを潰せたかもしれないんですが、さあ空対空ジャン A は下からだと厳しい2倍だ。ハーデスのガード 6D 動いてしまった。ここはしっかりジャンディからのハーデスに繋いでダメージ取っていきます。空対空無理しない、リバイダル落として移動起き上がり通してしまう。ガンダッシュから投げ、よきに行きました。まずはゾーボンが一本選手、ガンダッシュ。さあ、アズラエルの爆捨てに着実にリスクを与えていきます。もちろんアズラエルが爆捨てしなかった場合はリスクはあるんですけどね。ここは読み合いだ。男子 2D の 2D が当たって立ち A が当たる。いつものあれ、エルズで締めて、リバサオーディーナが立ち D 当たっているぞ。これはちょっとまずい。立ち D 指導はそれなりに痛いです。だいぶ痛い。さあ、ディバイダー警戒、バリガーお見合い、どうだ、ガンダッシュシャガパンが今度当たって立ちの出上がりですね。おまたに当たりましたね、おまたに。まずはゾーボンが一勝となります。立ち C で足を開いたらと。まあまあまあ、六方じゃあるまい、そういうね、あの下品な実況は極力避けていきたいと思いますが、いきましょう。2試合目、 1P 側がセキアズラエル、 2P 側がゾーボンラグナ。現在はゾーボンが一勝です。なんかカウンターしてる、痛い痛い。あ、そう、ラッシー、グスタフ、シャー、これはディバイダー漏れっぽい、シャガシーだ。いえ、多分あれですね、うん、後ろダッシュ読みかなというところですね。後ろダッシュっていうか、前ダッシュの位置入れ替え。さあ、立ち火刺さる、痛い。しっかりベリアロコをつないでシーザーまでつないでいくが、まだ死なない。立ち A が当たる。一方選手したのはゾーボン。おい、空中ハーデス立ち A で拾って、で締める。 6D は横から後ろから殴られるが問題ないですね。リターンはない。さあ、またもこの接近を嫌がったところで、6D が引っかかってしまう。
さあアズラエルがなんとか自分の距離を保ちたいんですが、ラグナがそれを許してくれない。ガンガン来てしまいます。ガンガン来て、さっきと同じような状況。まだ死なないのも同じだが、ハーデス、ジャンディ・ハーデス、中段かける3が飛んできた。俺にはさすがに崩れてしまいまして、ゾーボンが2勝目。さあ大会では、関さんがドーボンを下したのですが、 DWB ではドーボンが雪辱を果たす晴らす形と現在はなっております。ただ大会と違って5試合勝たないとね、真のリベンジとは言えないので、ここは頑張ってもらいたいところ。さあいわゆるあれですよ、めくりディバイダー、下級式ですね。ほとんど使ってないですけども、最近はそんなことないな。やっぱりラグナーの崩しは最終的にはあれ使っていかないとなかなか崩れてくれないっていうのがあるんで、やっぱ使いますわね。使っていきますが、さあそのめくりディバイダーが当たったにもかかわらず取っていったのは関さんのアズラエル。あれ当てるならやっぱり絶対勝たないと。ダメさあこれはヘルズ追加かと思ったら、ヘルズ一段止めからの投げが炸裂。またなんかカウンターして、これはまずいんじゃないか。まだ大丈夫か、どうなんだ。死にますかね、さすがに死にますね。最後のシザーがモリッと減って 1-1 でファイナルラウンド。さあまたジャッシュ立ち見っぽい 6B が出て、グスタフ立ち当たる、確認からしっかりシャガバーンテンポンポに繋いで、めくりじゃねえ、リバファディバイだ。さあ 6B バースト使っていきます。ヘルズカウンター、投げは抜けていくが、タッチの出上がりをラグナのタッチへ返して、さあ地味に体力吸収しながら、ヘルズ2回目です。よくある、これ無理、無理だな。あーいろいろありましたね今のは。最後ぐちゃりましたが、コンボ見せてしまいましたね。エキさんがなんとか一勝取り返します。まあ、めくりディバイダー潰され、リバーサディバイダー潰されたあたりからもう結構終わってた試合だったんですが、よく粘りましたが、さすがにズーズーシーと勝つのはいかんでしょうということで、関さんが取っていきました。1-2で第4試合です。ジャンピーカウンター。さあ普通に赤弱点に立ちで当たって、おいグスタブカウンター、おいいろいろあるバリアント。さあ激しくなってきましたよこれ、アズラエル楽なんて感じします。この組み合わせお互い殴り合う、引かない、グローラー出していく。さあクタイクジャンエカウンター、ジャンピーがギリギリつながって一本先取したのはアズラエル。さあ喧嘩しましょうみたいな感じの殴り合ってますね。なんと拾いミスるが、三振までガードして、ダッシュ 6B はしっかりガード。あ
ブラスサイズカウンターバースト使っていきます。テクディバイダージャンピー当たる。さあワンモア今回は拾った。ダッシュディバイダー通してグローラー1裏に回って裏に回ってタチビーカウンター。そのままタチビー拾っていきました。さあ関さんが2勝。